はい、皆さんこんにちは。神の神チャンネルへようこそ。湘南 AGA クリニック新宿本院院長のドクター笠井です。今日はミノキシジルを眉毛に塗ったら生えますかっていう質問があったんですけど、まあこういう質問結構まれだとは思うんですけど、かぶれちゃっても困りますし、明らかなエビデンスないんであんまりお勧めしません。で、眉毛をですね、濃くしたい場合にはどうしたらいいのかというとですね、いくつか選択肢はあるんですけども、一番手っ取り早いのは植毛ですよね。ただ植毛のいい点は本当にその毛は生えてくるんですけど、欠点としてやはり技術に、よりますね。このクリニックの技術、生えてる向きとかですね、こう大変なんですよね。どこかのクリニックで、眉毛って一つの毛穴から1本しか生えてないんですけど、髪の毛って一つの毛穴から2本3本生えてるところが多いので、そのまま植毛して眉毛なんだけど一つの毛穴から2本3本笑っちゃいけないんですね、すいません。そういったこともあったので、本当にクリニックの選び方が大切ですし、たとえクリニックを選んでもやっぱり髪の毛が生えてくるんで不自然なんですよ。伸びてきちゃいますし、ちょっと太いですし、カットすればいいって言えばいいんですけど、それはちょっと欠点ですよね。それから密度が完璧にはなりません。6割とか7割とかそのぐらいかなっていう感じを我慢していただく必要があります。ではですね、他に何があるかっていうと、メディカルアートメイク、今はですね、もうほとんど芸能人の方なんか、美しさに美に興味のある方は眉毛ですね、アートメイクにして、もう剃っちゃってアートメイクにする人もいれば、その剃らないで毛は生えてるけどアートメイクでこう形をきれいに揃えて、そしてすっぴんになっても全然消えないんで、そういった方法も一つありますよね。それからミノキシジルは塗るのではなくて、飲むと眉毛結構濃くなります。ただ眉毛だけではなくて、体毛、ヒゲとかですね、ここら辺の産毛も濃くなってくることはあるので、その辺はちょっと、好き嫌いあるかなと思います。なのでまとめますと、ミノキシジル塗るのではなくて、どうしても増やしたいなら、飲むっていう選択肢は一つあると思います。もう一つは、植毛ですね。これは例えば眉毛に傷跡ある人結構多いんですけど、とか抜いちゃってる人、それいう人で本当に毛が生やしたい人は植毛の選択肢もあります。もし美しさパッと見に気にする方はアートメイクという選択肢もあるのではないかと思います。この全て全部医療行為になってくるので、確実に効果はあるんですけど、必ず医療行為にはいい点悪い点があるので、それを選んでもらう必要がありますから、ちゃんとそういったことを説明してくれるクリニックに行って、相性の合う先生にぶつけてですね、ぜひ満足いくような治療をですね、受けてくださいね。この髪の髪チャンネルでは、髪の毛だけではなくて眉毛とかですね、毛に関してヒゲとかですね、解説しています。ご興味のある方はですね、ぜひチャンネル登録、いいねボタン、よかったら、押してください。今日もご視聴ありがとうございました。それでは。